パリス、みんなでやりましょうよ。だからもうこの段階で2人でコンビにすればいいじゃん。俺らあと3杯追わないといけないっていう。いや、そうする、そう変更する、もうそうしましょう。いいよ、じゃあルリパラパイ。いいよ。これなんだろう、絶対魚だよ。めっちゃ重て、すっごい引いてる。いや、さっきのフグかな。うーわー、なんだろう。あ、ハギだ、いっぱいいる。泳いでる。マズラ。なんか頭がピュンってなった。うまいんだ。うまい。じゃあいいじゃん。まあね。もう俺イカ釣りのプロって名乗るのやめよう。カワハギ？ウマヅラ？おお、カワハギ。いいじゃん、高級魚だよ。来た、なんか来てる。イカかな？引いてたらイカじゃねえよ。イカもっとなんか柔らかそう。カワハギかい。海に感謝しろ、海に。海に感謝しろ。来た。海に感謝。よし。引っ張ったら魚。引っ張ったかったらいいか。ちょっと引っ張ってる、やっぱな。フグでも感謝しなさい。感謝です。それ、あれだから、内臓食うと。気持ちよくなれる。本当？あとでちょっとやってみる？お、お、お、いや、これモンゴやね。モンゴ。モンゴ？いいじゃない。おー。お願いします。二度乗りっすよ。すごい、ひらひらしてる。お、でかい。イカ。大きい。とりあえず一匹目。でけえな。いや。取られたと。さあ、なんだ。すごーい。何釣れたの？イカ。さあ、追いついてきたね。あと一杯だぜ。やべえ。ヒロ君、あと一杯だよ。あと一杯。あと一杯だ。本気出してきてる。いやあ、おいや、これはすごい奥深いしたものですが、やってることは簡単なんですよね。こうバッと餌を浮き上がらせてね、ゆっくりこう地べたに落としてバッと見るのダメなんですけど、いや、これはフグっぺーな。フグだね。フグだ。フグだ。フグださんだよ。フグでした。うん。ああ。今一個上がってまったし。どこだ。ああ、すいません、カメラさん。あ、行こうぞ。もうガクブイになった。うおー。はい。ありがとうございます。はい、すいません。巨大モンゴだよ。巨大モンゴ。でか。でかすぎでしょこれ。おっきい。今カッターって上がっても、うわうわ、ね、お、うわっ、やられた。ちょっと待って、すげえ噴射食らった。これね、海水でやれば落ちんのよ、炭って。真水だとあんま落ちないんだけど、海水は落ちるんだ。うん。ランドクルーザーってこうフレームって言って、ボディに柱が入ってるんですよ。でそれってボート牽引するじゃないですか。ボート牽引するときにフレームが入ってない車だと曲がっちゃうんですよ。ぐにゃぐにゃって、だからドアが開かなくなったりしちゃうから、まずフレームがあること。でボートって重たいじゃないですか。でエンジンが、力がないとダメなんで、エンジンに力がある。でダンクル大きいんで、
道具もいっぱいです、まあ、自然相手の釣りだから雪が降ったり道が悪かったりっていうのもあるんで四輪駆動じゃないと、まあ、水に下ろして滑って上がれなくなるっていうのもあるから四駆じゃないっていうのを全部兼ね備えた車ってもう国産だとランクルしかないんですよ。他の車じゃちょっとどれかが欠けてる。だから全部を兼ね備えてるのがランクル一択なんですよね。なんでみんなランドクルーザーになっちゃうっていう。でその中でも個性を出してるフレックスドリームのランクルはランクルいっぱいいる中でも目立つっていうとこですかね。これはスミーカーっしょ。本当だ。え、めっちゃ飛んだんですけど。スミーカー本命。イエーイ。本命です。なんか模様があれだけど、これ狙ってました。はい。いや、絶好調になってきましたね。飛ぶじゃないかい。なんかサラ君が乗ったぞ。サラ？そう。2機目だ。やったー！おー、イカだ！で、竿をまず置いて、竿を穴に立てて、お腹の広い方を振り。来ました。うわ。どこどこ？首根っこ。後ろ側から、そこ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 ズボッと行け、ぐっと中。ここ？そうだ。やりましたー。スイーカー。なんだっけ、私がさっき釣ったのなんだっけ？モンゴーイカじゃなくて本命のスイーカでーす。やったー。やめてニュルニュルだ。お、たくさん。おー、すごい。あー、うわー。あー、はーい。イエーイ。本命スミーカちゃん、美味しい美味しいスミーカちゃん。おお、さすがイカ釣り名人、本領発揮してきたな。抜きますよ、そっち。おお、さすがだな。ああ、今朝言ってたやつになってる。そうそう、くるくるトルネード、トルネード手に絡まってきちゃって気持ち悪い。イカイカ、フグか、フグか。よいしょ。あー、すごい。やっぱ男性陣ここに来てやっぱ
そうですよね。釣りが好きだからね。釣りは吐かないでくださいよ。ずっとやってられる人たちだから。最初だったら私勝てそうってちょっと調子乗ってましたわ。一緒のペアでやっとけばよかったのに。はい、え、グッパーじゃないですか。初、今日僕初ですね。スミイカ。うわ、なんだこれ。来たよ。来た来た来た。今の完璧や。スミイカちゃんです。完璧。重かったでしょ今の。重い。え、これ。いいよ。ぐる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 って巻いて。ぐるぐるぐる。いや今見てたわ。グンって入った。ドンって止まってきた。え、いる？いるいるいる。もうひたすら巻いて、もうちょいやったって。あ。消えた。いるいるいる。あ、いるいるいる。いる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 。嬉しい。あー、もちもち。よいしょ。いやー、嬉しい。消えた。あー、すごい嬉しい。ドン来たでしょ。ドンってきた。ちょうど見ましたね。ちょうど見た。これを持ってこうやってれば大丈夫。そう。やったー。来ました。やったね。すごい。3匹目。でも本当ラストって言われて釣ると。ナイス。ナイス。これ台湾に借りてきたやつだから洗って返すのと、三木丸さんがてんや貸してくれたからそれも洗ってちゃんと綺麗にして返しましょう。はい、仕込んでるな。誰てる洗ってあげて。はい、せーの。イエーイ。釣れました。いっぱいいっぱい。めっちゃ釣れた。釣れた。やったぜ。楽しかった。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったっすよ。魚釣りじゃないからねこれ、うん、そうだね。なんかちょっと違いましたね。軟体釣りです、うん、軟体釣り。俺タコが脱走しちゃってるけど。これタコはゆでタコですか。これはタコ焼きにします。なるほど。いいな。またね、うん、そうよね。また来よこれ。小原さんも頑張ってもらっていっぱい釣らせてもらったから。いや本当でございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。三木丸さんからなんとこの旬なイカ釣りをお届けいたしました。やっぱねさすがですよ部長は。最後に遊んでる場合じゃないでしょ。エンディングだよ。まあねイカの達人と言われてるからね。危ない危ない。最後の最後にねめっちゃ釣ったからね。ねえ本当だよ。まあ今日はなんかあの部長の優しさで、うん、積み絵も勘弁してやるよさっき言ったら。うん、次は勘弁しないからね、うん、厳しく、うん、ね、そうだよ。まあこんな感じで今日も一日楽しく遊ばせていただきました。はい、それでは今日のグッジョブはここまで。またね。バイバイ。バイバーイ。釣ってきたお魚でお料理をしました。スミイカのお刺身とカワハギの煮付け天ぷらです。美味しそうにできました。おー、いい台。でかい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 。これ頑張れ貞子。若い。